ボった、貴様、く、す。え、勝った勝ったんえ、弱。え、君とと、弱。え、終わり俺が言うのもなんやけど、ちょっと期待外れやったな。これはちょっと、あっけないわ。こんなん、一週間くらいしたら、忘れてる可能性あるわ。それぐらいあっけなかったわ。ここまで力の差があるとはな。ま、今の、今の俺の立場的には嬉しいけど、今後のこと考えると、ここまで魔王軍が強いのは、困るな。困るというか、もうこんなもん。 俺らがどうあがいても勝たれへんやろ。だってこのレベルのやつがあと3、2、4やろ。無理やん。お前ら二人もここまでだ。いや、待ってください。俺たちは君ととに逆らえなかっただけなんです。だから、お願いします。見逃してくれませんか頼む、ブルテリア。この作戦はお前らのどっちか一人に死んでもらう必要がある。どっちかが死ぬ、ですかそうだ。この鎧は魔法を無効化する。要は受け流すんだ。ポッターはそれを知らない。だから奴の魔法をくらった後俺は。 やられたふりをする。その後にお前たちのどっちか一人が、ポターの背後に回り込み、奴に攻撃を仕掛けろ。そうするとお前らは殺される。だがその時に生まれる隙を、俺は無駄にはしない。四天王を一人殺すために死ぬ。名誉なことだろ。俺がやります。じゃあ待て、ブルテリア。パンク、この役は絶対譲らないぞ。いや、ブルテリア。そうか。じゃあパンク、お前はブルテリアが背後に回れるように、ポターに話しかけ奴を油断させろ。は、はい。 さあ、正々堂々戦いに行くぞ。だからポタさん、俺たちを見逃してくれませんか頼む、ブルテリア。やめてくれ。そうか、分かった。分かった。こっちだ、ポタ。よくやった、パンクブルテリア。ポタ、毒は好きか